選手の皆さん、ご着席ください。新加入選手をご紹介させていただきます。紹介されました選手は一言ずつ挨拶をお願いいたします。では大宮アルディージャより加入のゴールキーパー加藤信弘選手です。皆さんこんにちは、ゴールキーパーの加藤信弘です。この歴史あるチームに入団することができて非常に光栄です。ゴールキーパーがいいチームは、強いって言われているので、しっかりキーパー皆さんで切磋琢磨して、いいチームにできるよう、勝利に貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。北海道コンサドーレ札幌より加入のフォワード宮吉拓海選手です。皆さんこんにちは、宮吉拓海です。再び京都サンガ FC のユニフォーム着てプレーできることを嬉しく思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ブラジルフィゲイレス FC より加入のミッドフィルダーレナン・モッタ選手です。こんにちは、名前はモッタ。Quería agradecer que primero a Quiroto, muy feliz por esa oportunidad. También está nos gustando ahí, Gambaris Masu, acho que é assim. Agradeço muito ao Quiroto. Arigato. Brasil から来ました、レナン・モッタです。こういう機会を与えてくれました、京都サンガ FC に本当に感謝していますし、頑張りますでよかったんでしょうか。自分の、ここで精一杯やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ミッドフィルダー中野克也選手です。こんにちは、関西学院大学から来ました中野克也です。京都サンガ FC というチームに、入団できて、大変嬉しく思ってます。一日でも早く、京都サンガ FC の、チームに貢献できるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。早稲田大学より加入のディフェンダー富田光平選手です。こんにちは、早稲田大学から来ました富田光平です。この歴史と伝統あるこのチームに入団できたこと大変光栄に思います。自分の持ち味を最大限発揮して J1 に昇格できるように、そして本当にこのチームに必要とされるような存在になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。明治大学より加入のディフェンダー上恵比寿勝則選手です。こんにちは、明治大学から来ました上恵比寿勝則です。京都の勝利に貢献できるように全力で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ガンバ大阪より加入のフォワード一味和成選手です。こんにちは、ガンバ大阪から加入しました一味和成です。京都サンガのために全身全霊で頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。京都サンガ FC アンダー18から昇格のディフェンダー江川元気選手です。皆さんこんにちは、ユースから昇格しました江川元気です。この名前の通りチームの元気印となって、チームの勝利に貢献できるよう頑張ってきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。京都サンガ FC アンダー18から昇格のミッドフィルダー光月総一郎選手です。こんにちは、ユースから昇格しました光月総一郎です。幼い頃からお世話になったこのクラブの力に少しでもなれるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。京都サンガ FC アンダー18から昇格のフォワード服部光平選手です。
皆さんこんにちは。ユースから昇格しました服部晃平です。チームの勝利のために頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。京都サンガ FC アンダー18から昇格のミッドフィルダー福岡新平選手です。皆さんこんにちは。ユースから昇格しました福岡新平です。このチームに勝利に貢献できるように頑張りますので応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。なお愛媛 FC より加入の安藤純選手は指導者ライセンスを取得のため本日欠席しております。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手の上、社名、お名前に続いてご質問をお願いいたします。京都新聞の山下といいます。よろしくお願いします。各選手それぞれに、2019年の目標を教えてください。数字の目標でも結構ですし、どういうふうなプレーを出たいだとか、チームとしての目標でも結構です。よろしくお願いします。ゴールキーパーというのは非常に大事なポジションですし、後ろからしっかりチームを支えていけるように、それと京都サンガの人気をよりもっともっと観客が増えるようにというところも、いろいろなところでしっかり貢献できたなと思っています。もちろん一番は試合に勝つことです。個人的には、2桁以上のゴールを取りたいなと思ってます。またピッチの外の部分ではチームが、地域の方から応援していただけるように、選手として少しでも貢献できればと思ってますので、そういった活動もしていきたいなと思ってます。O programa se mostrou ao máximo, né? Na Figueirense, eu estava no Brasil, eu me destaquei muito pela assistência, da passe para gol, fiz muitos gols também no jogo, na verdade. E eu vou procurar sempre estar ajudando, e quero que eu espero aqui fazer um bom campeonato.ですね、まずはチーム全力で貢献するということなんですけれども、全チームフィゲレンセでもやはりアシストであったりとか、そういうところに非常に絡んでましたし、もちろん得点もありました。なのでそういうことが、またこのチームでもできたらいいと思いますし、そういうことをしながら、チームに何かの手助けができればいいなと思っています。1年目ということで、まず、試合に、一つでも多く絡んでいくことを、小さい目標として、試合に出ることができたら、一つでも多く点を取って、チームを勝たせることができたらいいと思います。今シーズンからプロになるっていうことで、本当に今まで以上に結果にこだわらないといけない、得点であったりアシストにこだわらないといけないと思うんですけど、それ以上にやっぱ自分は存在としてこいつがいるとなんかいい感じなんだよなというか、こうなんか見ていてワクワクするんだよなっていう思わせられるような、そういう勢いのプレーを見せれたらいいなと思います。自分はまず早く試合に出ることを、そしてディフェンダーとして、一試合一試合無失点で勝てるように全力で戦いたいと思います。自分は、まず試合に出て2桁得点を目指して、チームに貢献できるように頑張ります。僕は、持ち前の明るさと声の大きさなので、やっぱり、チームの雰囲気を良くしていったりだとか、まず個人の目標としては、1試合でも試合に出場してチームの勝利に貢献するっていうところであったり、チーム全体としてやっぱり、自分が、いたらやっぱりこのチームは、元気があるなと、そのようなことをやっぱりチーム全体も応援できるような役割を担っていきたいと思っております。個人の目標としては、少しでも多くの試合に出場して、5ゴール、5アシストっていうのを目標にしているので、それ以上の結果を出したらいいんですけど、それでチームの J1 昇格、
への力になりたいなと思います。フォワードというのは点を取るポジションだと思っているので、自分自身得点にこだわって毎試合点を決めて、チームを勝たせることのできる得点を決めていきたいと思っています。個人の目標としては、全試合に絡んで得点アシストという結果をしっかり残していきたいなと思ってますし、このチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてご質問のある方は挙手をお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ブラジルにいた頃に日本のサッカーに対して映像を見たりとか選手に見たりとかこういう印象をイメージを持っているところがありましたか。それを、日本でプレーするって決められて一番の問題をお願いします。A primeira vez que eu estou saindo do Brasil, para jogar no Japão. Eu sempre tive vontade de jogar no Japão, foi sempre um grande sonho. E já conheço muitos jogadores que jogam aqui no Japão, que falam super bem. Me falou só maravilhas do Japão, e eu pude comprovar agora. Só gostei, amei já a cidade sempre que eu cheguei. Espero poder fazer um bom campeonato junto com meus companheiros aqui, um bom campeonato com o Kyoto. Eu quero ficar aqui bastante tempo, porque o Japão, todo mundo me falou muito bem, o Japão, então só tenho que só vir confirmar mesmo. そうですね、まず向こうに着いからですね、日本の印象というのは本当にいいと、テノはですね、向こうにも多くの日本でプレーしたブラジル人の友達がいましたので、日本は本当にスーパーグッドだということは聞いてました。なので、それが理由でもありますし、そういう印象というのは常に持ってました。それで、こちらに初めてですね、海外に移籍なんですけども、来日して、まだ日は浅いんですけれども、もう日本の印象というのはさらに来てからでもいいですし、これからさらにサッカーというもので、さらに印象というのが良くなっていけば、いいなとは自分の中で思ってるんですけれども、本当にさまざまな、日本を通った、日本でプレーしたブラジル人たちの、声を聞いた、そういう印象が今でも深く残ってますので、それを本当にしっかり体験する、そして自分もそういうことを言えるような活躍というのをしたいと思ってます。ありがとうございました。続いてご質問のある方は挙手をお願いいたします。フィーランスのマスのマス宮城選手とします。京都に来てありましたが、離れている間なんかのことをどんな風に見取られたのか、そのご自身が戻ってくる間でこんなところが以前の体制よりも変わっているんじゃないかというところがあれば聞かせてください。3年間、広島札幌でプレーしましたが、いつもサンガのことを気にしていました。それは僕に関わらず、いつから昇格して他のチームにいた選手も同じだと思います。その3年でどのような、環境面も含め変わっているのか、ちょっとクラブハウスに行ってないのか分からないんですけど、明日から練習始まりますので、実際に練習が始まってみていろいろ感じながら、毎日の練習に励んでいきたいなと思います。ありがとうございます。続いてご質問のある方は挙手をお願いいたします。お願いします。読売テレビの谷脇と申します。皆さんに質問です。このサンガに接近した上で、ご自身の得意なプレー、このサンガのサポーターにはどういったプレーを見てほしいか、を教えてください。まず大きな声が特徴です。ピッチに絶対に響き渡らせることができる声は注目してもらいたいなと思うのと、それとあとは、後ろからのビルドアップだとか、あとはシュートストップ、特に至近距離のシュートには非常に自信を持っています。
ゴール前でのところにこだわりを持ってやっていきたいと思っています、自分で最後仕留めるところもそうですけど、周りを生かしてゴールに結びつくプレーができればなと思います。Meu ponto forte que eu acho é a minha assistência, deixar o meu companheiro na cara do gol, onde eu me destaquei lá no Figueirense. Faço alguns gols também, um bom passe. Figueirense でもそうだったんですけれども、やはりアシストですね、最後直結するパスだったらもちろんゴールもあると思うんですけれども、ゴール向いている選手に対してですね、いいパスが、ラストパスが出せれば、そういうところを見てもらえればいいかなと思います。僕は、アシストと、得点に、一番にこだわってプレーできるっていうのと、周りを生かしながら、自分も生きるっていうプレーも得意なので、すごい生かしていけたらいいなと思います。自分はポジションが左サイドバックということで、本当にスピードに乗ったサイドを駆け上がって前線に厚みをかけるのキックで、本当にそこから最後後ろまで戻りきるっていう地味なプレーかもしれないですけど、そういうところで90分走り続けるんだぞっていうのを見せるためにかなと思います。自分はディフェンダーとして、後ろからのビルドアップだったり、予測や、スピードを生かしたカバーリングなどを見てほしいと思います。以上です。自分はポストプレーで時間を作ってゴール前に入っていって、迫力のあるプレーが特徴です。僕は、1対1の守備であったり、シュートブロックに行く時だったり、闘志あふれるプレーが自分の持ち味だと思っているので、そういったところを見ていただきたいです。僕はサイドアタッカーなんですけど、右サイド、左サイド関係なく前を向いた時のドリブルの仕掛けっていうのは自分の武器だと思っています。僕のプレーの特徴は相手のディフェンダーの背後に一瞬で抜けて最後ゴールを決めているというところと、クロスへの張り方が僕の持ち味だと思っているので、そこに注目してみていただきたいです。僕は上下の運動量や球際の強さっていうのが僕の特徴だと思っているので、そこをしっかり見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。続いてご質問のある方は挙手をお願いいたします。セフリアンスの和田と申します。よろしくお願いいたします。昇格組と三重選手の一つのところをご存知だと思うので、京都サンガのいいところを取ってこられていますが、そこはサンガのいいところだったり、京都の味のいいところだったり、昇格組の皆さんはユースの時にやっていらっしゃって、競争の中で昇格してよかったとかというところと、本当に新加入で入ってこられた方は京都に、ゆかりのある方もいらっしゃるかもしれませんので、何か京都に来たらこんなことしたいとか、こんなこと食べたいとか、何かしたいことだったり、行きたいところだったりっていうところを教えていただけたらなと思います。もちろん来たことがあったらその経験でも、すみません、ちょっと質問がバラバラでお願いします。今日は午前中に平等院に行ってきました。キャラクターも鳳凰のモチーフということで、すごい僕としては非常に鳳凰が大好きな、あのかっこよさをプレーでもああいう形で見せれたらなと思います。あとそれと、ぜひ休日の日にはお寺を回りたいなと思っています。はい、ありがとうございます。毎年初詣は伏見稲荷に行ってます。ただ以前3月プレーした時はほとんど常用から出ることはなかったので、今年はシーズン中の時間を見つけてたくさんいいところに回りたいなと思っています。Eu quero aproveitar aqui outro máximo possível. Eu quero ficar aqui muito tempo na cidade, como eu falei aqui, que eu me apaixonei, gostei muito, apesar de ter conhecido pouco tempo. Minha família vai chegar ainda, quero conhecer os templos, quero conhecer a cultura, de vocês, japoneses, que é uma cultura muito bonita. Quero ficar aqui bastante tempo em Kyoto.
本当来日してまだ間もないんですけれども、すでに京都のやはりいい印象だなっていうところを持ってますし、自分がいる限り本当最大限、ね、この京都っていう街を楽しみたいなと思ってるんですけれども、また家族も来たりしたらもちろんお寺にも行ってみたいし、いろんなところを知ってみたいし、京都の文化というものも、知ってみたいと思いますし、そしてそのまま京都に少しでも長く、住んでプレーしたいなというふうに思ってます。僕は高校3年間京都だったんですけど、割と高校3年間で、京都の有名な、名前のあるとこは行ったつもりなんですけど、でも大学を出て、高校時代じゃちょっと嵐山とかの良さとかいまいち分かんなかったんで、ちょっと大人になったんで、その辺ちょっと回ってみたいなと思います。僕は中学校の修学旅行以来に京都に来たんですけど、本当に有名なところでした。私はその中でも数少ない場所にしかするのではなくて、本当にいろんなところに行ってみたいっていうのと、みんな観光客とかがあまり行かないような隠された魅力じゃないですけど、そういったところも感じたらいいかなと思います。僕は、プライベートで1回しか京都に来たことなくて、京都は全然回れてないので、時間を見つけていろいろ回りたいと思います。京都はご飯が美味しいというのを聞いたので、たくさん食べ歩いていろんなものを、食べて実感してます。僕はこのクラブの魅力として、やっぱりそのユースとジュニアユース、そして SD コース、そしてトップチームは同じ敷地内の練習場で練習できるということも含めて、やっぱりこのチームの、僕はサポーターとして幼稚園の頃からずっとこのチームにいさせてもらってるんですけど、やっぱりそれも含めてやっぱり、家族のような温かいチームだなというのを感じてますし、そういったところで僕もやっぱトップチームの一員となれたことに感謝して、子どもたちに夢や希望を与えていきたいなというふうに思います。僕も井川選手と、少し被るんですけど、幼い頃から周りの練習場ではトップの選手たちが練習していたので、それを見る機会も多くて、すごく毎日刺激をもらいながらトレーニングできていたので、すごくいい環境でサッカーできていたなと思います。このクラブのいいところは、僕は小学校5年の頃からこのクラブにお世話になっているんですけど、本当に育成からトップまで愛情のあるようなある指導をいただいて、自分のためになるようなそういう指導をいただいて成長につながっているかなと思っているんで、そういうところが本当にこのクラブのいいところだと思っています。あと、京都のいいところは、僕は神社に巡ることも、神社とかお寺に行くことが多いんですけど、僕は東水八幡宮がいいと思います。僕はちょっとこの3人とはちょっと違うんですけど、中学の頃まではちょっと抹茶が苦手でだったんですけど、高校生になって3年間進むと抹茶が大好きになって、結構抹茶アイスとか食べるようになれたのが、この3年間ちょっと良かったかなと思います。新加入選手の皆さんはぜひ抹茶をいっぱい食べてください。ありがとうございました。では次で最後の質問とさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。オフの日、休みの日などにの息抜きとか趣味などを、それぞれご教授を教えてください。体を動かすことが好きなので、今だったら、オフはピラティスをやったり、あとはランニングも好きなので、京都に来て
ランニングしがいがあるなと思っております。2年前に結婚しましたので、妻と一緒にいろいろ回りたいなと思います。Eu procuro sair sempre com a minha família, como estou em algum lugar novo, eu vou conhecer outros lugares, aproveitar meus filhos, porque a gente sempre está jogando, treinando, quase não vejo, então procuro estar com a minha família. あ、そうですね。自分もまた新たなこういう土地に来ているので、家族とともにですね、そういうものを、違う文化っていうのを満喫したいなと思ってます。子供もいるんですけれども、やはり練習ばっかやっててあったらですね、他の時間というのはやはり家族に使わないといけないと思いますので、そういうふうに家族とこの時間を過ごしてですね、この京都を満喫する、そういうことをしていきたいと思ってます。まあ、ちょっと趣味がないんで、まあ、新しい環境に来て、まあ、いろんな人がいると思うんで、まあ、いろんな人と関わりながら、まあ、新しい趣味を見つけていきたいなと思ってます。まあ、僕も特に趣味という趣味はなくて、まあ、でも本当に素晴らしい先輩方がいらっしゃるので、そういう人方々にいろいろ連れて回ってもらっていただきたいなと思います。僕は温泉が好きで、まあ、多くの日は温泉を巡ってリフレッシュしたいなと思っています。自分も趣味はあまりないので、やっぱ京都は観光スポットが多いんで、いろんなとこを回ってみたいです。僕は趣味というか、人と喋ったり、人と一緒にいろんなことをしたりするのが好きなので、そういった部分も含めて、いろんな先輩方や、同じ仲間たちといろんなところに行ったり、して、過ごしたいなと思います。僕もあんまり趣味はないんですけど、休みの日はいつもメタゾーンで海外の試合を見たり、まあ、体を動かしたりすることぐらいです。僕は基本オフの日もサッカーしてるんで、空いた時間でお寺や神社巡ってます。僕はオフの日は温泉や海外の映画を見ることが好きなので、まあ、これからもオフがあったらそういうのをしていきたいなと思います。ありがとうございました。それでは続いてフォトセッションに移らせていただきます。いいよ、ポーズ変えます。